アクシーズハムチャンネル。皆さんこんにちは。今日は青木美沙子さんの可愛いラインの新作の撮影現場にお邪魔しております。私も大好きなんですけど、そのロングのスカートがやっぱ今っぽくて着やすいので、スタイルとかも隠せるしすごい可愛くて、ちょっと紫ピンクみたいな色味がやっぱりトレンドなのでこれを選びました。おー、すごいお似合いですよね。可愛い。こちらハンガーのブラウスとかは青木さんが普段着てらっしゃるそうですよね。みんなもってダンス方合わせて使っても可愛いですよね、きっと。なんでも本当にこの色だったら結構クラロリさんとかにも合わせやすいと思います。ありがとうございます。ちなみに私のコーディネートも今回青木さんに実はスタイリストしてもらいました。こちら選んでいただきました。なぜ青木さんこちらの、なんかマキさんは結構大人っぽいイメージがあったので、ちょっと色がこうダークな感じの色味を統一させたんですけど、この刺繍がめちゃくちゃ可愛かったんですよ、上に着ている。しかもちょっとカットソーっぽくなってるのですごい着やすいんだけど、結構ドレッシーな感じなので、なんかとにかくあと値段が安いっていう、ね、はい、感じだったので、でもね、ございます。可愛い、はい、ありがとうございます。はい、私のコーディネートも実は青木さんにコーディネートしてもらったんです。これ可愛いんですけど、なんか私と、ね、同じブラウスを着てるんですけど、このカメオなんですけど取り外しができるんですよね。なのでちょっとゴスロリちゃんとかでも結構着れるようなブラウスと、あと今年トレンドの紫っぽい色のラベンダーカラーのこのふわっとしたカートがすっごい可愛かったので、なんかちょっと黒とラベンダーって相性がいいので、なんか大人っぽいコーディネートなんですけど、あとこの蝶々ですよね、はい、のこのベルトもすごい可愛くてポイントになって、しかもスタイルもよく見えるのでこちらを選びました。ありがとうございます。青木さんとお揃いですごく嬉しいです。ありがとうございます。嬉しいです。でもこのやつめちゃくちゃ使えるので、ロリータさんでもぜひジャンスカンの下とかに着てもらえると嬉しいです。そうですよね。なんかダンスカン合わせとかももちろんいいですし、スヌーさんみたいにこういうチュールのスカートと合わせることで、普段使い、カジュアル使いもできると思うので、そういった意味でもすごい素敵ですよね。かわいい、はい、かわいい。ありがとうございます。シーズハムのお洋服はこういった形で青木さんもなんか普段こう着ていただいたり、ロリータさんのお洋服と合わせていただくのはもちろんですけど、スーさんみたいにカジュアル使いもできますし、幅広いラインナップがあるので、そういった点でもおすすめかなと思います。はい、私も最近アクシーズさんで実はスニーカーをね買ったんですよ。ありがとうございます。だから暖かくなってきて、はい、桜とか見えるようになったので、はい、散歩しようと思ってスニーカーもめっちゃおすすめです。ありがとうございます。嬉しいです。スニーカーはピンクですか？ピン
肉をめっちゃ動きやすくて、シャインもめっちゃ安かったので、これから暖かくなると運動とかにするのにも、なんかこういうドレッシーのお洋服にも合うリボンが大きいスニーカーとかもあったので、こちらもおすすめです。ありがとうございます。はい、では今回ですね、青木美沙子さんにゲストに来ていただいてですね、私たちも含めてスタイリングコーディネートをしていただきました。ありがとうございます。青木さんのチャンネルではですね、新作の可愛いラインをご紹介しております。そちらもぜひぜひご覧ください。こちらの動画楽しかったよという方、こちらの動画素敵だったよという方はぜひグッドボタンとチャンネル登録もお願いします。よろしくお願いします。はい、では青木さん、ありがとうございました。